この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。すごいやつだよお前は。あの魔人ブーは俺にはとてもかなう相手じゃなかった。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわない。守りたいものがあるからだと思って。守りたいという強い力が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれはあるのかもしれない。それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために楽しむ、敵を殺すために、そしてプライドのために。だがあいつらしか勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。少しだけ人の心を持つようになるのを分かっていたから。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人だよ。お前は何で来るんだ。このままではまずいぞ。ちょっとやりすぎちまったかな。